皆さんこんばんは、うちのアタクチャンネルです。今回は都営まるごと切符の旅第4弾ということで、今回は都営地下鉄大江戸線をご紹介いたします。まずは大江戸線の概要について説明いたします。大江戸線は都庁前を起点として、飯田橋や両国、六本木などを通って都庁前に戻り、今度はさらに先の練馬などを通って光が丘まで行く路線となっております。数字の6の字を描くような運行がされております。こちらはちょっと余談ですが、新宿駅のホームとなっております。こんな感じでちょっとホームが延長されております。4番線に両国大門方面行きが到着します。ドアから離れてお待ちください。春日駅から乗りました車両については、ドア上にはこんな感じの LED がついております。 LED は千鳥配置となっておりまして、 LED がないところには路線図などがあります。動画だと伝わりづらいかもしれませんが、都営大江戸線の車両は他の都営地下鉄などと比べて車体が小さめに作られておりますため、乗っているとちょっと圧迫感を感じます。
終点の光が丘駅に到着いたしました。ホームの構造としてはホームが1つに対して線路が2つとなっております。光が丘に到着した電車は一度は必ず車庫の方へ向かうようです。そしてまだ制覇していない区間がありますので都庁前に戻ってきました。都庁前から再度まだ制覇していない区間を乗りに行きます。2番線は
飯田橋、両国経由、清澄白河行きです。都庁前からの電車は新型車両に乗りました。車内はこんな感じで同じく狭めとなっております。でこちらの電車には横長の LCD がついておりまして、ドアの横に広告などを表すモニターがついております。というわけでここまで都営大江戸線をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。日本でも結構珍しい6の字を描くような運行形態や小さな車体など結構面白い部分が多いので、ぜひ乗ってみては
いかがでしょうか。また都庁前から六本木方面などへの移動であれば一周することも可能となっておりますので、時間があればぜひやってみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。